サムチンどうしたの？大きなため息ついちゃって。すー、信じられないんだよ。どうしたの？聞いてあげる。ユニコーンの日っていうのがあるらしいんだけど、知らなくてさ、今まで一度もお祝いしなかったよね。ああ、そういうことってあるわね。じゃあ今までの分もいっぺんにお祝いしましょう。本当？どうやって？もちろんケーキよ、特別のね。キッチンに行きましょう。やばい、牛乳だらけだ。こぼさないようにしないと。ああ、みんなもういたんだね。一緒にお菓子作りしない？今日は虹色のユニコーンのケーキを作るな。ほら、綺麗な色がいっぱいだ。虹を作るの？そうよ、ケーキの中を虹にするからカラフルなレイヤーを作らなきゃいけないの。赤、オレンジ、黄色、緑、普通の白い牛乳がいろんな色になったでしょ。これは後で使うの。次は生地よ。ベーキングパウダーを入れたらふわふわになるよ。小麦粉と混ぜましょう。そしてふるうの。こうやってね。小麦粉の雨、ハレルヤ、小麦粉の雨。うまいじゃないサム、ユニコーンパーティーが楽しくなるわ。次はバターを混ぜてクリーム状にしましょう。砂糖を忘れないでね。ス、僕甘いのが好きだから。もちろん。ハンドミキサーの中華強で6分から8分混ぜてね。はじめ。1、2、3、なんてこった、すごい量だね。バターに卵を一つずつ入れて混ぜ続けるの。大事なのは止まらないこと。このユニコーンのケーキ、ふわふわでクリーミーになるんだよ。早く食べたいな。ちょっとだけ待って、バニラエッセンスを入れて香りと味をつけましょう。そしてまた混ぜるの。そして小麦粉。ねえサム、ユニコーンの日っていつなの？4月9日だよ。僕はユニコーンの歴史で初のスライムになるんだ。一番わんぱくなね。どのユニコーンも尊いわ。うー、いい匂いだ。ちょっと味見していい？まだダメよ。あなた全部食べちゃうでしょ。次は生地を分けるの。6つにね。でもそうね、美味しそうだわ。あれ、全部同じだね。どれがどこかどうやって見分けるのさ？もちろん色をつけるのよ。虹を作りましょう。サムチン、最初はどの色にするか決めて。難しいな。青？僕青が好きだし。いや、緑かな。3つ数えるわね。3、2、1。わかったよ、これにする。せっかちなんだから。だってそうしないといつまでも決めれないでしょ。型に生地を広げていきましょう。うっしゅうっしゅう。表面が滑らかで平らになるようにしてね。オーブ
分を340度に予熱しましょう。そしてカラフルなレイヤーケーキを焼くの。1食につき18分から20分焼くの。カラフルな層を全部見たい？これから見せるからね。ケーキの層を焼いて冷やしてる間に冷たい生クリームで美味しいフロスティングを作りましょう。ユニコーンのケーキはバニラの匂いがするんだよ。最高。ユニコーンに合う香りよね。そう思う人は高評価してね。よく泡立てて、何度も何度も。さあ、クリームチーズだよ。泡立てたらフロスティングが台無しになるよ。いいタイミングじゃない。生クリームが泡立ったわ。クリームチーズを入れましょう。こうやって、あとはレモン汁よく絞って。粉砂糖もね。ユニコーンケーキはキャンディー味になるんだよ。あなたもキャンディー味になったわね、サムチン。材料が全部入ったわ。よく混ぜて滑らかなフロスティングにしましょう。すぅ、ケーキの層が全部できたけど、あんまり見た目が良くないよ。どれどれ、緑の層ね。丁寧に裏返して。ああ、そうね。でも大丈夫よ、サムチン。焦げたところをこそげ取ったらいいのよ。うえ、パーティーが台無しになったかと思ったよ。君ってミラクルだね。みんな見て、中からふわふわで綺麗な緑のスポンジが出てきた。みんな、ナイフを使うときは気をつけて。大人に手伝ってもらってね。わあ、綺麗じゃない。これを好きな形にするのよ。まず左側を切りましょう。ナイフを使って丁寧に。それから右側も。そしたら長方形みたいになるでしょ。ダメだよ、美味しいスポンジケーキを無駄にしちゃう。それなら味見すれば。そうするよ、スポンジケーキって大好き。みんな、全部切ったらこんな風になるの。どの色から重ねようかな。虹の色の順番にすればいいんだよ。簡単でしょ。そうね、サムチン。下から上に重ねていくから、最初の色は紫にしましょう。それで、これは白いフロスティングの層。うん、おいしそう。欲張っちゃダメだよ、スー。フロスティングをもっと足して。大丈夫、これで足りるから。それに全部の層に使うから賢く使わなきゃ。味見はダメだね、全部食べちゃうもの。最初のフロスティングの層が完成したわ。次は青。待って、青だって紺でしょ。サムチン、このケーキの虹は6色なの。ユニークにしましょう。わかったよ、ユニコーンの日だもんね。なんだって可能だよ。そうそう、最高なケーキになるから心配しないで。でも手伝ってね。いいよ、でも秘密だからさ、僕だけに教えてよ。わかったわ。ああ、了解。心配しないで、任せてよ。サム、すぐに戻ってきそうね。私も急がなきゃ。全部の層を重ね終わったわ。でもまだ完成じゃないのよ。もうすぐパーティーが始まるよ。完成させなきゃ。ケーキを滑らかな形にしましょう。ここをこの角度で少し切り取って、ここも調整しましょう。こうやって。みんな、ナイフを使うときは気をつけてね。わあ、何も見えないよ。すー、僕の作業台はどこ。まっすぐ行って10歩歩いたら右に曲がって。本当に一人で大丈夫？大丈夫だよ、サプライズだから後でわかるよ。ユニコーンパーティーだから魔法を使いましょう。はーい、これが最後のフロスティング。ケーキ全体に塗るの。あー、よだれが出ちゃう。すごく美味しそう。大丈夫だよ、スー。スライムができるんだから君もできるよ。頑張ってるわ。
ところでもうできたの？疑ってるの？もちろんできたよ。本当に？じゃあ見せてくれる？ダメだよ、続けて。時が来たら見せるから。うん、了解。みんな、次はデコレーションよ。白とカラフルなフォンダンを使うの。まずは綿棒を使って大きな丸い形にするの。気をつけて、スライムが通るよ。フォンダンが大きく丸くなったらケーキを覆うの。そして綺麗に伸ばすのよ。シワがないように。薄い毛布みたいだね。裾を切るからすぐにそうじゃなくなるわ。素早く綺麗に切れた。次のステップの用意をするよ。ところでさ、これは何？4つつけるの。前に2つ、後ろに2つ。何の形か分かった？サプライズを持ってくるよ。待っててね。みんな見て、綺麗なパステルピンクでしょ。カールさせましょう。かわいいわ。爪楊枝を刺してケーキにつけるの。そしてパステルピンクとブルーの尻尾。素敵でしょ。サプライズだよ、目を閉じて。いいわ、でも3秒だけよ。じゃーん、フロスティングを重ねた6層のケーキだよ。それとフォンダン、これがサプライズだよ。急いでたからさ、細かいところがまだなんだ。手伝ってくれる？いいわよ。まずは可愛い小さな耳をつけましょう。そしてカールしたたてがみ。足りないものはあるかな？一番大事なところだよ、ユニコーンの魔法の角でしょ。騙そうとしたのよ、サムチン。子馬のパーティーじゃないものね。金色のラメの着色料で色をつけましょう。魔法みたいな背景のハイライトにするの。素敵なケーキができたわよ。パーティーの前にじっくり見て楽しみましょうね。このケーキ、外側だけじゃなくて内側も可愛いのよ。切ってみましょう。みんな、ナイフを使うときは気をつけて。どうなってるか楽しみ。うわぁ、みんな、カラフルなレイヤーとっても綺麗。まさにこんな風にしたかったのよ。すごいです！僕も虹を食べたいよ。さあどうぞ、召し上がれ。そして私も。やっと食べられるわ。ドキドキする。うん、魔法がかかってる。こんなに美味しいなんてありえないもの。みんなもお家で作ってみてね。楽しい料理の動画がもっと見たい人は高評価してね。次の動画も見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。またね。